藤田雄大は、千葉県生まれ、栃木県下津賀郡の二町育ちの熱気球競技選手。ヤズや、バルーンチーム所属のプロバルーンニスト。父は同じく熱気球競技選手で世界の藤田とも言われる、藤田正彦。幼少期から父について、大会を転戦し、18歳で熱気球パイロットライセンスを取得。立教大学在学時の2007年には、 サガで開催された日本選手権で2位とルーキー・オブ・ザ・イヤーを勝ち取り、史上初となる大学生の日本代表として2008年の熱気球世界選手権参戦を果たした。その後も2008年に日本選手権最年少優勝、2012年に日本人初のメダル獲得となる熱気球世界選手権3位など、 順調にキャリアを重ね、2014年にはついに父が成し得なかった熱気球世界選手権優勝を日本人として初めて達成した。競技飛行だけでなく、父と同じく冒険飛行も行っており、飛行経験国は30カ国以上、スイスからイタリアに渡る約4000キロメートルのアルプスコエフライトやアフリカのサバンナの空も飛んだ。国内では、 数少ない通年での飛行が可能な栃木県の渡瀬せ遊水地を練習拠点としていたが世界の競技パイロットとの年間飛行時間の差を埋めるために独立してプカプカを設立海外でコマーシャルパイロットとなるべく2019年からスペインに拠点を移した同時に栃木から妻の実家がある佐賀に住所を移したため国内大会には佐賀県選手として エントリーをしている。ありがとうございます。